よろしくお願いいたします。私たちは日本茶ブランドを運営しています。審査員の皆様には、お茶とペアリングされたお菓子を置いてますので、お茶を楽しみながら、楽しんでいただければと、聞いていただければと思います。日本茶の中でも私たちが取り扱っているのはシングルオリジン煎茶で、茶葉から入れる日本茶を、販売しています。お茶と消費者の現状というのは茶道と、ペットボトルのこのもう二極化になっています。残念ながら茶葉から入れる、お茶というのはもう激減しています。私たちはこの状況に対して茶葉そのものではなくて、お茶にまつわる全ての体験を作り上げることで、消費者の需要、そして生産者の供給を高める試みを行っています。まず消費者への試みです。発見や感動がある上質で豊かなお茶のある暮らしを、提供価値としています。店舗、EC、サブスクリプション、SNS、3つのタッチポイントを作り、購買データをベースに、オンライン、オフラインを融合しています。直営店舗は東京サレオ、煎茶堂東京として、合計3店舗を運営しています。東京サレオはイートインカフェとして非日常的な驚きや発見を打ち出しています。その一つがお茶をハンドドリップで入れる、スタイルです。ドリップで入れることには理由があります。お茶自体は飲むことにですね、フォーカスされがちなんですけれども、茶葉で入れるからこそ、その茶葉が徐々に開いていく視覚的な様子であったりとか、この立ち上る香り、こういった嗅覚的要素が感じられます。五感で感じる体験というのは大きな魅力となり、お客様の新たな感動につながっています。こちらは店内を植物園に見立てですね、お客様自身でお茶のオリジナルモクテルを作るイベントです。これらイベントやワークショップを年間で今100本近く回してまして、リアルな店舗だからできるこの顧客体験というのを徹底的に私たちは追求しています。次に煎茶堂東京です。煎茶堂東京はショールームを担った物販店です。すべてのお茶をですね、もう心ゆくまで試飲していただいて試していただけます。 D2C 文脈で言いますと、店頭で試飲されて EC で購入する、こういった位置づけです。実際ですね、店舗では自宅用として購入されて、 EC ではギフト用として購入されるというケースが国内外含め増えています。その中でもお茶と合わせて多くのお客様にご購入いただいているのが透明急須です。茶葉だけではなくて体験価値を上げる急須や器などお茶に関わるすべてを自分たちでものづくりを行っています。ゼロからデザインし、特許を取得、製造販売していますが、すでにもう1万個以上売れてまして、もしかしたら、急須では世界一売れている、急須かもしれません。また東京ティージャーナルという名称で茶葉だけではなくて自分たちで取材、撮影、編集をして冊子と動画もついたサブスクリプションサービスも始めています。好評いただきまして、5月のリリース以降売買で、お客様が登録していただいています。生産者の生き様が面白いとか美味しい、ペットボトルとは違うとか、多くの嬉しいコメントをいただいておりまして、店舗へのリピート率も高まっています。海外にも積極的に、検証を行っています。抹茶や日本食の理解がもう下地にあるというのもあるんですけれども、シングルオリジン煎茶はもちろんのこと、私たちのこのストーリーであったりとか、このプロダクト、これらにですね、多くの共感をいただき、高評価をいただいています。私たちは世界水準の日本茶ブランドを作りたいと、そこを志向しておりますので、タイミングを見計らい、今後は海外シッピングのスケールを出していきたいと考えています。これらですね、デザイン的な評価も多くいただきまして、店舗、プロダクト、ブランディング、国内外合わせてアワード10個ほど受賞しています。またありがたいことにメディアでは1000媒体以上にご掲載いただき、徐々にではありますが、認知度が上がってまいりました。実は海外メディアにも多く取り上げていただいていて、今ではですね、各店舗で大体3、4割が外国籍のお客様になっています。次に生産者です。一緒に良質な茶葉を作り、健全な、市場を形成し、次世代へつなげていくこと、これを提供価値としています。まずお茶のサプライチェーンをご説明します。お茶はですね、摘んですぐに口に入れられるものではなくて、生葉からいくつかの製造工程を経てやっと販売ができます。そのためその中間に入っているプレイヤーが多く複雑です。私たちはこのお茶のと、あの私たちのお茶の取り組みは当初は小売りのみでした。しかし今はですね、生産者と一緒にもう茶葉を作っています。それによって価値の最大化を消費者と生産者両方に提供できないかと考えています。お茶は初競りから価格が下がっていく、こういう相場で取引されています。
しかし山の上の気温の寒暖差であったりとか霧がかかった日光遮断、こういったお茶は時間をかけてじっくり成長することで美味しい茶葉が取れます。つまり収穫が遅い山の上の産地ほどですね、根がつかなくなるという、こういうコンフリクトが起きてるんですね。でさらにですね、これらの産地は機械が入れなく手間がかかります。でそのため後継者が少なく茶園が手放されていくと、そうなってくるとお茶の単価が下がってくるために量を販売しなくてはいけないと。で量を作るためにはマスプロダクト化、つまりブレンド茶を必要になってきますと。でブレンド茶が主流になると個性あるお茶というのがなくなってきます。でワインやコーヒーみたいに消費者のお茶に対する興味であったりとか知識というのが育まれないという悪循環が生まれています。ブレンド茶自体がですね、悪いというわけではありません。メリットがあります。しかしブレンド茶を前提にした茶市場というのは生産者が匿名であるということで、卸業者をはじめ買い手側の半ば言い値で取引されていること、そして、消費者に対してですね、いつどこで誰が作ったこれお茶なのかという説明責任を果たしていない、そういう課題が生まれています。私たちはここにミスを入れてきました。生産者側でですね、独自のチェック機構と品質基準を設け、購買データに基づいたフィードバックを行っています。良いものには継続的かつ高値がついて、そして悪い品質のものは淘汰される、生産者の経済的成長と健全な市場形成ができ始めました。これは岡山県の良風という茶葉なんですけれども、私たちのフィードバックループが生まれたことでこの市場の単価が上がり始めました。質の取引によってさらにお客様への取引価値が上げられた事例です。買い手よし、売り手よし、世間よし、このサークルがやっと作り始めました。皆さん、次の休憩ではぜひ私たちのお茶を試飲してみてください。ありがとうございました。